の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は海上保安庁の大型巡視船である黎明型について詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役したのは2021年2月16日のことだ。あかつきはそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に1番艦でネームシップの黎明とともに暁が配備されており、今後とも尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で重要な役割を果たすことは疑いようのない事実である。ここで黎明型巡視船の諸元について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力を発生するディーゼル機関を4機搭載している。また最高速力は25ノットと海上自衛隊の艦艇と比較しても何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備すること不可能となっている。これはあくまでも警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリバルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置などに加え、両舷に救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらはテレビでもよく目にするような装置たちである。黎明型は前級である秋津島や前々級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦であるマヤ型の諸元を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量10250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で69000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限りやはり黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、
暁はその6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して設計や構造的に高額になることは仕方のないことだ。だが、特にマヤ型においてはイージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。 SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も他の大型巡視船と同じように完備に大型のヘリであるスーパーピューマ225を2機搭載可能としている。ちらも平時は1機のみを運用し任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプタースーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が2000年に開発したものである。全長 19.50m、 全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は一般公募の中から採用された。今回採用されたのは青鷲という名称であり、これは南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊においてスーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また陸上自衛隊に納入されている機体にはいくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。 IR サプレッサーというのはエンジン排気口からの排熱を抑えて赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は突出した9機という数である。巡視船以外にも各陸上拠点での運用が行われており、今後とも活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来中国海峡局は日本の海上保安庁と同じように警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら2017年以降は着々と武装警察といっても過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と何ら遜色ない武力を所持している家よう。確かに米国沿岸警備隊も米軍の一部であることを考慮すると
脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海恐怖法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海恐怖局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海恐怖局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から、武力行使を行うこともできない。つまり、もし、中国海恐怖局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から、先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし仮に海上自衛隊の艦艇を投入し中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法においてしっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片護衛艦などの入港用施設として仮設桟橋3本などを設けた大規模な艦船係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、
鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が低地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では巨額が動くことによってトラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を、海上、航空利用自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年に、タストンエアポート社との売買契約が、合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、片越え艦に、艦載予定の F-35B 戦闘機は、宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島を、この F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海自の鹿屋、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を、2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは、種子島の西の表市です。ここでは、2021年1月に、市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西の表市議会は、自衛隊施設誘致に、賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に、賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は、150から200名で、常駐させる予定です。そのために、種子島に宿舎を建設して、隊員と家族を居住させることにしています。
施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で問題になっている過疎は、種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば、1000人近い若い世代の人口が増えることになるはずです。それは、地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は、当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている船の係留施設です。これによって、19,950 トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には、必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない平坦な島ですから、横風対策として滑走路が2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとはアメリカ海軍空母の FCLP 用の施設としての利用目的が最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は、10日間ほど、昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では、騒音問題が多発し、住民も、防衛省双方にとって苦いものでした。日本国内では、第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地と横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題によって、1991年、平成3年、8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は日本から遠く離れていますから騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は厚木基地から硫黄島基地まで 1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には空母艦載機が山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。
多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとってはどうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は国が購入したようですが、残りわずかな面積はかつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは西之表市が所有する土地です。これをもって、矢板西之表市長をはじめとする反対派が私有地を拠り所として反対意見を表明しています。また、島の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えることで自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は大きな障害とはならないと考えているようですね。は令和5年度事前の事業評価評価書一覧を発表し、17種類の新兵器開発研究概要を明記しました。今回は島嶼防衛で PAC-3 超えの防空システム構築化を詳しく見ていきますね。レールガン開発も進み量産間近となる中、ドローン対策も三菱レーザーシステムが量産間近、日本の技術は世界屈指となってきます。電力がいるけどね。防衛省が令和5年度事前の事業評価評価書一覧なる文書を発表したのは9月8日のことでした。その中には17種類の新兵器開発研究概要について明記されているようです。その中の新地対艦地対地精密誘導弾ですが、1週間ほど前の8月31日に提出された来年度防衛予算の概算要求に入ってはいましたが、8月時点での詳しい説明はありませんでした。ただ載せただけといった感じだったようですね。そういった前提があったので、概算要求の主要事項で入れ替わりになった島嶼防衛用新対艦誘導弾の名前を変えたものではないかと推理する人が多かったようです。つまり、物は同じなのに、別の名前で要求して予算をゲットするつもりだろうと推理した人が多かったということですね。政府のやり方がかなり国民に知られてきているという証明かもしれません。では、新地対艦地対地精密誘導弾や実際の新地対艦地対地精密誘導弾とは一体どういうものなのか見ていきたいと思います。何回も出てきますので、令和5年度事前の事業評価評価書一覧は R5 事業評価と書くことにします。最初にこの事業を行う必要性を説明します。言うまでもなく、日本は島国で離島の数も多い国です。佐渡島や淡路島のような本州に近い島だけでなく、台湾の方が絶対近い石垣島や太平洋に浮かんでいる小笠原諸島などを思い浮かべればよくお分かりでしょう。正式な日本の島の数はかなり多いはずですよ。本州も一応島ですからね。こういう国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対しては脅威の圏外から対応しなければならないという考えが優勢です。一番わかりやすい例ですが、尖閣諸島へ上陸された場合は沖縄ではなく本州から対応するということを考えているのです。そう考えると本州等から十分届く射程を持った兵器、進行部隊を効率的に迎撃できる兵器が必要という結論に至ったのでしょう。こういった兵器とスタンドオフミサイル等を併用することで、マルチな対応もできるはずですから、逆に、
敵には複雑な対応をさせることができると考えたのでしょう。同じ場所から同じ兵器で攻撃していたら、反撃はたやすすぎますからね。様々な場所から、様々な武器で攻撃を仕掛けることが有利ということは素人でもわかります。R5 事業評価には、新兵器17種類の開発研究概要が記載されていますが、その中の、新艦対空誘導弾能力向上型についてわかったことがあります。開発が終わったばかりなのに、なんと、来年2024年には正式採用予定になっているのです。この採用も早いのに、能力向上型と称する改良型の開発を来年にはスタートすることを示唆しています。コンピュータは1年で10歳年を取ると言われますが、兵器もそういうことなのでしょうか。費用対効果が悪すぎませんか。コンピュータの進展に同調して開発が進んでいるとは思いますが、そんなに次々更新する必要があると予算が心配です。改めて説明しますが、陸自の丸3式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを乗せ、長距離艦対空ミサイルに改良したものが新艦対空誘導弾となります。このミサイルには、横方向に動かすための動力装置、サイドスラスター、サイドスラスターを追加する予定だそうです。つまり、パトリオット防空システムパック3のように、特殊な迎撃ミサイルに進化させる計画でしょう。となると、ターゲットは、弾道ミサイルと極超音速兵器で、これらを終末段階で迎撃することと思われます。パトリオットは、1990年から始まった湾岸戦争で有名になったミサイルですね。愛国者という意味ですが、どちらにとっても愛国者というわけにはいかないようですね。世界各国で開発が進められている航空機や誘導弾ですが、どこでも、マルチなスペックアップが期待されているようです。従来まで汎用護衛艦に設置されていた誘導武器システムでは、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイルには、十分に対応できない、あるいは難しくなりつつあるという認識が一般的で、どうしても、新しい方策を求めることになっているようです。具体的には、ターゲットが軌道を変えても、誘導弾がちゃんと追跡していくこと、シーカーやサイドスラスター技術を確立し、日本の周辺海域に展開させ、任務に当たる汎用護衛艦の作戦能力向上なども考えているようです。高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等に高高度で対処ですが、ロシアの極超音速巡航ミサイルや、中国の対艦弾道ミサイルと、極超音速滑空ミサイルなどが、迎撃のターゲットになるようです。R5 事業評価の中に、能力向上型新艦対空誘導弾が、弾道ミサイルや極超音速兵器へ対処するとは一言も書いていません。しかし、高高度から高スピードで侵入する対艦ミサイル等とは、こういったミサイルに間違いないでしょう。わざわざ名前を挙げなくても、名指ししたのと同じです。高高度では、空気の密度が薄いので、空力操舵では、細かい操作がやりがたくなるので、サイドスラスターを使用して、高い機動性を維持し、高高度から落ちてくる弾道ミサイルや極超音速兵器を終末防御するという計画なのでしょう。前述の通り、新艦対空誘導弾とは、陸自の03式中距離地対空誘導弾、改めに大型ブースターを付加して長距離艦対空ミサイルに改良したものです。そして、改良型の新艦対空誘導弾能力向上型はサイドスラスター装備と明記されました。となると、丸3式中距離地対空誘導弾改めの改良型である03式中距離地対空誘導弾改め能力向上もサイドスラスター装備と考えていいのではないでしょうか。丸3式改めや能力向上新規分は果たしてどんなフォルムや仕様になるのか、現状では全く情報は入ってきません。仮に、アメリカのパトリオット防空システムのパック2 GEMT のようなものだとしたら、フォルムは変わらないとしても、中身だけが変わることになるのです。また、パック3のようにサイドスラスターを備えた、全く別物のミサイルだと仮定すれば、
予定されている開発期間ではあまりにも短すぎるのではと心配していたのですが、幸いなことに、この予想は外れたようです。丸三式中ザム改め能力向上新規研究開発分が完了する2028年、令和10年には、新艦対空誘導弾能力向上型のテストがスタートし、2031年、令和13年には開発完了の予定になっているようです。本当に進み方が早いですね。国民生活に直結している食料問題や資源問題については腰が重いのに。兵器に関してはアメリカからの要求があるから動きが早いのかなと邪推してみたり。タイトルにはパック3かと挙げましたが、サイドスラスターを持ったミサイルが全部パック3になるわけではありません。サイドスラスターには大量の小型固体燃料ロケットを持つもの、パック3型とシャッターをつけて側面噴射をオンオフさせるもの、アスター型の2種類があります。アスターは花の名前ですが、政府の支援を受けたフランス企業が製造した対空ミサイルです。人間を攻撃する者に人間を癒してくれる花の名前をつけるとは、なんともグロテスクだなぁと感じるのは筆者だけでしょうか。さて、丸三式中ザム、改め系統 A もサイドスラスターを装備させるそうですが、どちらになるのでしょうかね。アスターのサイドスラスターには、噴射穴が4つあって、シャッターで開閉して噴射をコントロールしています。燃焼室は1つしかないので、共通になります。パック3型がいいのか、アスター型がいいのか、なんとも判断はしかねます。どちらにしても、高額の国家予算を注ぎ込むわけですから、納税者としては、コスパのいい、長持ちする高性能なものを購入してくれとお願いしたいです。